どうも。いるかな、みんな。急遽なんですけど、急遽なんですけど、やっていきたいと思います。こんばんは。さっきですね、お祭りに行ってきたんですよ。港祭りに。で、今帰ってきて、あ、時間があるなと思ったのでやることにしました。あと今日は個別握手会だったんですけれども、ありがとうございました。皆さん来てくれてですね、嬉しかったです。今日右のまつげが調子がいいんだ。あと今日エスカにも行ってきました。自分のポスターを見に行ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。エスカに行って自分の写真を撮ってきました。あ、そう、ツイッターにね、載っけたんで見てください。自撮り画像良かった。今日は仕事でした。お疲れ様です。名古屋駅の地下街、そうそうそう、新幹線口の方のです。みかちゃんに会いに行けませんでした。来てください。自分のポスター写メ撮れましたか？だからツイッターに載っけたってば。ツイッターに載っけたので見てください。今度見に行くね、お願いします。暑かった、外が。ツイッターをやっていないの？初めて聞いた、そんな人を。ゆかちゃん最近元気ですか？最近は微妙でしたが、もうね、今日ですよ、今日超絶いいことがありましてですね、もうね、インカのテンションは爆上げになりました。もうね、テンションが莫大に上がりました。まあ言えないんですけど秘密です。秘密なんですけれども、お金拾ったとか。大丈夫だよ、もう明日下ろせるもん。なのでね、ヤッホーっていう気持ちでいっぱいです。そうです、秘密です。ナルピーさんから LINE が来た。やったねーでお願いします。まあ、一緒なんですが、次回公演投げないと。レンクが出るときに投げてくださいよ。まあ出てないから言えないが。今日もありがとう。こちらこそです、ありがとうございました。女神長いな。今日はそうだ、ツインテールでした。
どうですか。今日ね、髪が伸びましたよ、リンカは。ほら。こんばんは。最高でしょ、ツインテール。大阪でなんか美味しいもの食べれた。大阪は何も食べてない、スタバ飲んだくらい。名古屋でもできるね。そんな小学生に見える？中学生に見える？嫌なんだけど、大人に見られたい。触覚もいい感じ、そういい感じです。抹茶ほうじ茶のやつ飲んだ、あんかも美味しかった。あのゼリーが美味しいんですよね、ほうじ茶の。日曜日久しぶりに握手行きます。ありがとうございます、待ってます。K2 公演のレッスンはないよ、レッスンは。そのうち永遠の17とか言い出しそう。言わないよ、言うかも。17を超えたら、まだ16だからね、演歌ピチピチだよ、まだピチピチ。マイメロが可愛いね。なんかね、この間ねサンリオピューロランドに行ったんですよ。その時にね、ちょっと難しい。見て、やばい、見ちゃった。ちょっと待ってね、見て。可愛くない？どう？で、最近のね、可愛いバッグです。可愛いでしょ。可愛いでしょ。ジャラジャラね、つけてるの、マイメロとかいっぱい。明日から、あ、流れちゃった。なんか流れちゃって見えないんだけど。ぬいぐるみが手に持っているのはケーキ、いちごのショートケーキ。難しい、見せるのが。ほら、いちごのケーキ、マイメロがいっぱいだよ、ポンポンって。携帯につけてるの？違うよ、これバッグだよ、バッグ。今使っているバッグです。かわいいよね。板バッグまではいかないよ、そんなバッチみたいないっぱいはつけてないんですけども、お持ちエリアは中にある。あ、見て、この間行ってきたの。パスポート。楽しかった、この間は。リコリンと趣味が合ってるのね。そうかな、わかんないけど。眠たい。うん、
そうだよ、ピューロランド行ったんだよ。エアコンつけなきゃ、暑いな。今日初めて握手会に行ったよ。ありがとうございます、嬉しいです。リコリンと仲いいね。今日もリコリンとね、あれに行けました、港祭り。くしゃみ出そう。出ない、くしゃみが出そう。眠った。涙袋がすごいよ最近、やばくない？痩せた？本当に嬉しい。港祭り人多かったでしょ、めっちゃ多かった。めっちゃね多かったよ。あ、ラスさん、だるまありがとうございます。体重何キロ？言わないよ、言わないけど40キロ台ではありますよ、もちろん。50はさすがに言ってないです、私も。でもみんな基本40キロ台じゃないかなと思います。今日は握手会ありがとうございました。ありがとうございました。痩せましたよね。本当に嬉しいんだけど。やった。49.9。ひどい。そんな太ってないから。ひどいわ。あれ？